鳥居忠だは、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、徳川氏の家臣。下佐国浅区藩の第二代藩主、道の区国,国岩北平藩主、出羽国山形藩の初代藩主。神は、十四位下、左京助。三部藩、鳥居屋初代。三河国渡村にて、鳥居元忠の次男として誕生。母は、片野原松。 平家広氏の娘、徳川家康に従い、天正十二年の小牧、長久手の戦いに参加した。天正十四年に家康に従い上落し、十五位下佐京介に助任される。慶長五年、父、元忠が伏見城攻防戦で討ち死にし、長兄、安忠は創生していたので、家徳を継ぎ、下佐や萩藩主となる。忠政は家康の命令で、 関ヶ原の戦いの時は、江戸城留守教役を務めていた。戦後に、父の先行によって、道の食いは北平に十万国を与えられ、暴府元忠のために長源寺を建て、家康から工花寮として百国を賜っている。関ヶ原の戦いの後、伏見城で、父、元忠と戦った。 鈴木茂友から、元中所用の糸祖剣落とし2枚道具足の返還を申し出を受けた。忠政は深く感銘し、朝に、この具足を譲り、2004年に鈴木家から大阪上天資格に寄贈されている。領土の大阪の陣では、江戸城の留守居役を務めた。元那8年、最上氏が開役された後を受けて、出羽山形22万国に数を違法され、妹婿で、 新城藩主、戸沢正盛、娘婿で、鶴岡藩主、堺忠勝、重帝で、上山藩主、松平重忠らと共に、徳川氏の普代大,大名として、伊達正宗などの東北諸大名の監修を命じられた。寛永5年9月5日、山形で死去した。去年63。あと、長男、忠常は継いだ。墓所は、東京都文京区の高岸寺。 ありがとうございます。